こんにちはね気づいてない人多そう。いや、ごめんね、なんかすっぴんえんえみたいな、髪の毛ウォウウォみたいな感じで、本当に申し訳ないです。あの、リハ終わりで、リハ終わりなので、ちょっとなんか、そういう感じになっちゃってるんで、そういう感じでお届けするんですけど、申し訳ございません。許してください。すっぴんえんえ、髪の毛ウォウウォウみたいな。みたいな。ね。 とりあえずね今ねセブンイレブンでねアップルマンゴー買ってきたわけですよあとそら豆とあとこんにゃくゼリーなんちゅうチョイスしてんだって言われるかもしれませんが知れませんが朝来れなかったえー、ごめんね朝ね朝30分ぐらいしかできなかったからああと炭酸あこれ結局何味かちょっと待って何味か分かんないで飲んでた 美味、うん、しいビタミン C ビタミン C こんにちはこんにちはあ6時からバイトえー、頑張ってね夏み。ありがとう今不意になんかなっちゃんって呼びそうになったなんでだろうなっちゃんって友達いないのにまたでここ入ってないです入ってないですですです 朝爆睡かましてて配信も行けないし学校も来れるとやばいやでも分かるよ眠くなるよ分かるよよいしょやだちょっと髪の毛もおだやばやばだし許してくれどうした何があったこんちゃんこんちゃん大将ヤっホー大将ねえぼく空豆好きなのだから セブンにそら豆があるんですけどこれおすすめ超おいしいこちらこれをよく私はおつまみみたいな感じで食べているドラマ見ながらこれ食べてるこうやってこれほんとに好きこれおすすめようんレンジでチンって袋のままチンってできるよ でこうやってでドラマ見ておいしいうん私のコースター出たのねありがとう水覚えてるよ水じゃないもんね水でしょんごめんねそうなの配信早めちゃったなんか6時からラジオアイニュースあるの すまんすまん6時からラジオアイニュースあるこれ溶けちゃうから今食べた方がいいかな本当はまだいらないんだけど本当はまだいらないでも溶けちゃうな、ま、いかそう6時からさラジオアイニュースがあるっていうことをさファンの方がコメントで教えてくれてあそれはダメだと思ってだから6時までに6時までしますショールーム いや覚えてるもちろん覚えてるよごめんだけど顔は忘れちゃった <laughs> だからだからまた会いに来てってことうまっ久しぶりに食べたなんかゼリー食べたくて今日ミノミノンちゃんちゃんかなこんにちはオリーブオーこんにちは 溶けても美味しいよ。まあ、そりゃそう。やっぱなんか久しぶりだな。本当に久しぶり。遊び来たあありがとう。読めたらヤッホー素直まあ、ね。そうよ。21行くよ。あ本当にじゃあもう一回教えてね。水だよって教えてね。いや、私さみんなのさ特に今マスクしてるからさ。みんなの顔と名前が一致しなくてさ。その日は覚えてんだよ。その日に来てくれたらさわかるじゃん。覚えてるんだけど。 日付が経つとやっぱり顔がわからない写真送って写真 <laughs> 写真送ってくれたら覚え,覚えれる DM で <laughs> この顔です <laughs> そしたらもう覚えられるんですけどでも一緒に喋ったこととか覚えてる全部は覚えられてないかもだけどね21も22もね嬉しいわ 家族も顔顔顔教えてネームプレートつけてつけようと思うけどどれくらいの大きさがいいのかなええー、どんくらいでもバイオメは頑張って覗いてみるから大丈夫だよ。まあでもおっき,きくてもどんくらいでもお任せする忘れられるってそれはない大丈夫よ <laughs> なんで自撮り送ってくれるよファンの方私 みぽちゃんもほぼ帽子と眼鏡で区別してるよ <laughs> 帽子と眼鏡ねえー、帽子と眼鏡じゃあ帽子と眼鏡で覚えればいいの <laughs> こないだはなんかさくまちゃんみたいなあれ何なになな,なんていうなんだあれはなんだったっけでも事前に送ってくれたからさその帽子は覚えてた。 小さんこんにちはああいみさんと同じ名字だ小沢あいみさん会ったことないけど写真送るいいよ全然会いに来てよ名札つけたら並んでるファンの人から名前呼ばれるのはずいいやだからそれは全然あの会う23人23人前にいるぐらいの時にピッてつけれればいいんじゃないわかんないけど髪切ったんだよなーっていいやんすっきりすっきり夏だしね TikTok? かわいいねかわいいじゃん別に自撮りじゃなくてもさなんか学校とかで撮った写真とかでもさこんにちは父ちゃんこっちはフンパウチオタクになったら自撮りを送るああれあれ犬犬めっちゃかわいかったよ DM の人生のネープレとかで壁かなうん田中か,かなった、こんにちは。今日もありがとう。ラルフローレンええー、ブランドじゃん。くまさん。くまさんは覚えてる。<laughs> 恥ずかしくて、ウクレイもって。いや、そうだよね。こんにちは。あ、みずちゃん、こんにちは。今、休憩だって、お疲れ。お疲れ様、ま。バイオは今日終わって帰ってきたよ。今日もね、めっちゃ眠かった。後頭部ぶつけたもんだって、電車で。でしかもさ、なんか、 意識なくなるように寝ちゃってたのねやばいあの何て言うの携帯で今日のリハの映像を見てたんですよこうやってで一瞬あここ何番だっけなと思って立ち位置立ち位置何番だっけなって思って一瞬メモメモに飛んだアプリのメモにでメモこうやって見てたらいつもにか寝てて私いつもこうやって寝るタイプなの でまあ、こうやって「わ」とかなったりするよわーとかなったりするんですけどなんかよくわかんないんだけど今日こうやって寝てて後ろにバーンっていったの上向いて寝てたんじゃないよ下向いて寝ててそれがガンっていったのだからすごい勢いだったのよもともと上向いてたらこう,こ,うこんくらいじゃんガンってこんくらいしかいかないけどさ下からの上だからさ <laughs> 相当な勢いってかその距離 かるこっからのここじゃなくてこっからのここみたいな <laughs> 感じでなんかさ窓にぶつけたっていうよりかは窓とな窓の境目のこの棒柱みたいなこ,このあこれでいうここだここわかるあ開いちゃったあ,あ引っかかっちゃったえ引っかかっちゃったなんか糸出ちゃった。<laughs> <laughs> やだまあいいやそしてガンって言ってえー、って思った起きてガンってなってうわぶつけた恥ずかしいって寝ちゃったまたやばくないもう今日ひたすらに電車で寝ちゃってたびっくり事件事件です でもどんくらい音が大きかったのか分かんないイヤホンしてたの私イヤホンしてたからイヤホンしてても聞こえるぐらいの音だったから相当だったかでも恥ずかしいより眠いが勝っちゃってまた寝ちゃったから恥ずかしさは周り分かんなかった一瞬恥ずかしかったそう窓のなんかこういうとこおいしいがこれ うん、これ溶けちゃうねあ溶けてるわもう今日そんなあったかいっけあったかいのか溶けてるってことは幸せうん見ちゃえば恥ずかしくない <laughs> <laughs> でもあとさ 電車の中でさあった人たち多分一生会わないじゃんもう,もう一生会わない人たちだから別に恥ずかしくないよね恥ずかしくないんだからもう一生会わないしどうしようまたどっかで会ったらまあどっかで会ってもだ誰も気づかないからああの時の人だなんてわからないからやっぱ恥ずかしくない一瞬恥ずかしかった <laughs> 私に会うためにお洋服買ってくれたの本当にかわいいね大変目にしてるねうんうんー10度も上がってそれはあったかいねいいねでも暑いは嫌だよ暖かいはいいけど暑いは嫌だよやっぱ夢電車でしょ遭遇嫌だやめても電車 電車でさファンの方にさ見られてたこととかあるのめっちゃ恥ずかしくない電車とか寝ちゃうしあでもその時はメンバーと電車乗ってたりしたんだけどなんか「いましたよね」って言われてうわっ <laughs> うまっ うまいわ。セブン大好き。ビタミン C 入ってるって。大好き。ビタミン C。<laughs> 電車で遭遇。ね、確かに気まずい。ちょ、ちょっとね、気まずいよね。どうしようって感じ。歩くだけで汗かくレベルはね、嫌だよね。わかる。私も嫌ですもん。こだいだは特化の時会場を着いた瞬間にタクシーの窓からバラバラバラバババ。ええー、そうなのタクシーの窓から んタクシーの窓からルカチが出てき、ちょっと待って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 。ちょっと待って待って、おかしいって絶対それは、それは嘘だよ。ちょっと待ってね、今一回ちょっと頭、んってなったよ。<laughs> もう一回読んであげようか。タクシーの窓からルカチが出てきたこと。<laughs> そんなことあっちゃダメでしょ。ちょっと待って。絶対違うよね。 タクシーの窓は違うでしょルカジさんそんなことしないもん多分それ違うよタクシーのドアって言いたいのかなタクシーから出てきたってことでいいかなねタクシーから出てきたんだと思うそれは窓から出てきたらちょっと <laughs> それはちょっと, <laughs> そ,れょっと <laughs> それはちょっとね <laughs> あなるほどね窓からねヤッホーってね顔出してくれたってこといや窓からこうやって出てきたらちょっとびっくりだよなるほどね窓窓からヤッホーってねなるほどなるほどやるかちさんそんなことしないから誰もしないよねうん <laughs> おもろ このあとドラマ見ます私はいいでしょうちょっと配信でみんなと喋ってでドラマ見てお風呂とか入ってそしたらまた配信するよ何時になるか何時にしてほしい ?10 時とか10時でいい10時にするよ 何のドラマ見るかええー、からない何見ようでもアベマアベマも見てないしアベマ t v みたいなアベマ t v みたいあとドラマちょっと t v は開いてみるねあアプリを更新したアップデートしてなかった t v あやばい足しれたあ終わった痛足が 気持ち悪い気持ち悪い、ね、足がしびれてんの気持ち悪くないですか私本当に気持ち悪いやだやだやだピリピリこのなんか電流走ってるみたいな,なんかちっちゃい電流走ってるみたいな,なんかピリピリしてる感じが気持ち悪くて嫌いですやだ本当にやだまあ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 いつか。 ツンツンダメ <laughs> ツンツンしないで。えー。ーティバーね。いやー、見てない。うんこれも見たいかも。これ,これ何これ始まったばっかりえ、これ始まったばっかりかな何話だこれ 働くのは格好悪いなんてて誰が言っっただって悪悪女何これなんて読むんだろう <laughs> これ始まったばっかり誰か見てる方います日テレ今田美桜さん出てるからちょっと気になっちゃったけど だけえ見てる人いるこれ面白いですかあこれ持続可能な恋ですかの5話これいつ放送された ?17 日放送分あこれは見,見たかなこれも見たかなあこれ見たこれ見たこれ見た見た見たああ明日私は誰かの彼女ここれ見なきゃ これね、全然見れてないんです。悔しい。1話しか見れてなくて。もう TVer 見れなくなっちゃったから、もう仕方なく6話見ます。6話、ナーターさんが確か出るよね。ちょっと見たいですね。これ見たい。あ、これも見てる。恋なんて本気でやってどうすんのどうすんのどうするの,どうするの見たかなこれ。これ何話だ ?5 話。 5は見たこれ分かんないえ見たとか見てるとか言ってさ恋なんて本気でやってどうするの見たとか言ったけど多分3話ぐらいしか見てないやばいどうなってるのか知らない全然知らないですやばいあこれも面白いのかな元カレの何これ 遺言,言状密室殺人とかのやつだから面白いかもねまあ全部6話とかなんですけど6話とかから見るっていうまあいいよね何でも見るよドラマ これもこれ,可愛いよ、ね、これも,これもうんまああとアベマそんなにドラマ見るのなかったか遺言遺言 <laughs> えそれ面白いですかね見てるどんなどんなやつなのどんな物語恋愛ドラマ別にお好きではないかも お好きではないというか嫌いじゃないですけど嫌いじゃなくて全然見るんだけどどっちかっていうと,んとなんか軽ハラハラする系が好きだからそういうか殺人事件とか,か刑事物とかあとはなんかそのホラーホラー系なんか幽霊じゃないホラー系とかあとはなんかそういう何医療系。 ミステリーあわかるそうそういうのとかなんかそっちの方が好きですねうんえそうドラマねそうわかるよなんかちょっとわかるよ全部ちゃんと見れないみたいなのわかる わかるんだが、しかし、見る。見れるとき見る。アベマ、アベマは。とりあえず。あ、京介、あ、京介の二は見なきゃ。京介の二は見ますのと。えっと、恋捨て。恋捨ても。恋捨ては私。 あ,あ今新しいシーズンじゃないんだ始まってないんだふんー途中で見,る見れなかったや恋して置いてかれた狼は今新しいのやってるんですかねいや違うねやってないじゃあ今日好きだけ僕の仕事は。 医療系はコーードブルーが一番だない,やいいいやよねわかりますわかりますオ,オカミついこの間終わったあそうなんだ最近全然見れてなかったからさいつの間にか終わってた恋捨てもオ,オカミもゾンビいいのあるなんか新たなうーん 見れないんですね会員じゃないとスマホのサイズで見るの疲れないってえでもだってスマホで見るしかさ私ないんですパソコンとかお家になくてだから結局スマホで見るしかなくてだから見る頑張ってでも集中してると画面の大きさなんか忘れちゃう 全然忘れてる集中して見ちゃうから面白くてウォーキングデッド面白いあそうなんだウォーキングデッド私なんか飽き,ちゃ飽きちゃって最初ら辺で最初ら辺で飽きちゃってえウォーキングデッドってなんだっけ確かそれで見てない気がするんだよねお仕事頑張れ頑張ってきてね いつも何か見ようとしても寝てるだけなんでいやそれはわかるよなんか最初ら辺ってさ大体さそんな刺激ないじゃないですか大体静かだからさあのー、最初ら辺で寝ちゃうんだよねわかるその気持ちテレビでも見れますよねねそれができたらいいんですけど私はちょっと携帯でしか見れなくて面白いの最初の方でえー、そうなの私 中盤が一番面白いと思うよ。なんかラストに向かっていくところらへん。やっぱり。最初らへんってなんかな,なり、なりそめみたいな。なんだっけなれそめみたいな。なんとか。そういうのだから。朝、朝配信急に切れてないです。切れてないですよ。YouTube はいつも何見てるんやっけ。YouTube いろんな、いろんなの見てるな。これという。 たものはあんまないかもなんか普通にサムネで面白そうなやつを見てるからだからめちゃめちゃ登録してる YouTuber さんあの登録,なん登録であってるフォローみたいなそんな感じのやつ登録っていうのかな登録めっちゃしてるであのそのこの YouTuber さんを全部見てますとかじゃなくてなんかそのおすすめみたいな。 新着動画みたいな感じのがポン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 上がってきててその中でこうやってやっててサムネ見てあ面白そうだなって思ったやつを見るから誰見てますかっていうよりかはそうなんだよねなんそう難しいな誰っていうよりかは面白そうなやつ見てる <laughs> 面白そうだなって釣られちゃったやつヤマダハウス初めて聞きましたヤマダハウスっていうチャンネルチャンネルの名前 それとも人の名前チャンネルの名前ゆめちゃんだってヤッホーのいちヤッホーヤホー今日18時からあのラジオアイニュースさんらしいです皆さん見てくださいねマンゴー溶けたってこれもう一回冷蔵庫入れるってなったらさまた食べるの遅く後でじゃん食べるの後でじゃんね ちょっと今食べたくなってきたの。しょうもない。いや、結局まあ、しょうもないのが面白かったりするから。あなたへのおすすめに謎の動画出てくることないないかも、あんま。いつも見てる感じのやつ出てくる。最近 YouTuber 増えて特定の人見るって感じじゃなくなった。いや、そうだよね。そう、いろんな人登録してて、この動画面白そうってやつが流れてきたら見るって。そういえば全然食べてなかったね。そうなのこれまだ開けてない。 YouTube はアメンボプラスおもろいです。ええー、初めて聞きました。ゲーム配信見てるんだ。ゲーム、じ実況してるやつみたいな感じそれ ?YouTube も見たい。YouTube も見たいし、ドラマも見たいし、アベマも見たい。なんか、そら豆食べてるの可愛くないね。今思ったけど。 うーん面白いんだ気になるえすごいでも71万へえでも私女性 YouTuber さん見てることが多いかもしれない 男性 YouTuber さんあんま知らないかも私あんまっていうかほぼ <laughs> ほぼ知らない <laughs> めちゃめちゃ有名な方とかだったら知ってるけどでも大体女性 YouTuber さん見てるな何知ってても 全然そんなことないよ。あのなんかそら豆可愛くない。さすがにそら豆可愛くない。なんかこれを可愛く食べてくださいって言われてもちょっと無理がある。こさすがに可愛くないこの今の食べ方だったらマシかも。<laughs> ん 空豆かわいいやろってかわいくないでんそら豆食べてる瞬間が一番輝いてるじゃあもうなたでごっこをやめな卒業だよそれはそら豆だよ それはもうそら豆だよパパラパパパやっぱこれおいしいあれもおいしいんだよねこれのこれのパッケージがピンクのやつの方もおいしいヤクルトとか好きな人はおいしいこれはビタミン C だって最高だねあこぼれそうあぶな そらバカにしてないよだって大好きだもんそら豆のことそら豆昔から大好きなんだよでこのセブンイレブンのそら豆めちゃめちゃ愛用してるから愛用してる <laughs> まあ伝わるよねあ待って「いたやらハートありがとう」 かやっちレインボースターありがとうございます豆柴あいたねそうやね今何分あもう57じゃんじゃあ皆さんラジオアイニュースもしよかったら聞いてくださいね私は私は出ないですけども けけす流ぼしありがとう。私はね、来週出ます。来週。来週はラジオアイニュース出るので、皆さんいっぱいツイートしたりしてください。ハッシュタグでつぶやいてくれたりしたら、あの、私の方に届いたりとかするので。はい。リアルタイムでね、聞いてくださいね、ちゃんとね。頑張るから。来週。ラストラスト出演ですよだってもう、何年お世話になりました ?2 年。 2年ぐらいもうお世話になってるでしょ、私。もう13回、4回ぐらい出てるんじゃないですか、ラジオアイニュースさん。もっと出てるかな。えでもそれくらい出てるかな。メ、ね、だメッセージそう送ってください。ぜひぜひ。そう、ラジオアイニュース。よろしくお願いします。聞いてください。では。 えとぶっちゃん。違う、<laughs> 急にぶっちゃんとか言って。13位、ぶっちゃん。12位、あっくくん。11位、ゼロ。10位、おがっち9位、TM。8位、イタヤラ。顔、やっぱり。ん丸い丸くなったね。7位、ケイ。6位、わっか5位、田中かなた4位、パパさん。3位、ゆうくん。2位、アーサー。1位が、ゆうやっち。です。ありがとうございました、皆さん。 ごめんね、6時から本当はやりたかったんだけど、ちょっと、まさかのラジオアイニュースさんがあったので、ちょっと早めました。次10時にします。ショールーム。10時に待ってます。よろしく。またお風呂入って、ちゃんともう10時にはお風呂入って、完了した状態でショールームするから。ありがとう。私はドラマ見るよ。みんなまたね。 ありがとう。バイバイ。